はい、ということで第2回目の会議ですが、あのいろいろね、あのやっていく中で今日はお呼びしたのは何ですか？前に、はい、今回は何があるんでしょうか？はい、またあの同じメンツで、ベレットワールドで、今回、ですね、実は、はい、まもるさんの誕生日だ、はい、あ、そうじゃん、まもる誕生日だ。そう、そろそろだなと。確かに。いうことで、ちょっとあの会議をする前に、え、何ですか？お祝いをしたいな。お祝いなんて、まもる、誕生日を祝いやって守る。よかったね。よかったね、守る。お、見てる。わー、すごい、すごい。あ、見てる、見てる、本当に見てる。うわ、すごい、かわいい。ハッピーバースデーって書いてあるよ。すごい。え、これ誰が書いたんですか？これはですね、本社のスタッフが一生懸命書いてくれました。え、すごい、まさかニワさんが書いたのかと思って。まさか、まさか。守るすごいよ。ね、で、本題はこれなんです。こちらです。守るさんの誕生日。もうめっちゃ好きなんで、トンネル。口から出るので、尻尾から守る、ほらこっちこっち、守る、こっち、ほらほら、こんぐらい、さあ、そう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 、おー、さあ、守る、よかったね。もう自分のものだ。ありがとうございます。そう、まあ、これが、今回の議題、議題、はい、以前あのお話ししていた、はい、人をモチーフにしたグッズをって話をさせていただいたかと思うんですけど、してました。はい、実はこれか。それを、はい、完成しました。はい、完成しました。すげー、守る完成した。守る全然出てこない。よかったね、守る。そう、結構時間今回かかっちゃう。あ、そうなんですか。はい、経過なんかも見ていただきつつ、分かりました。ちょっとお話を進めていこうかなと思います。分かりました。じゃあ、あのせっかくなので見ますか。見ます。サンプルを、はい、はい、立ってよ。これがね、ファーストです。これが一番初めです、ね、これが第一段目、はい、ここの模様とかが違いますよね。あと顔も若干しゃくれてる。違う、しゃくれてる、確かに。あと歯がなかった。しゃくれてる、歯がなかった。歯がないのか。さらに真ん中がありまして、じゃん、めっちゃ小さく、めっちゃ小さくしてくれてる。セカンド真ん中ですね。首のところの生地とか、生地が違うんですよ、はい、生地がこっちの方が硬くてふわふわしてますね。でふわふわしてる、しっかりしてる。うわ、すごい、守る、こんなに大人たちを動かしちゃダメだよ。うわ、守るのプレイルームもっと広くないとダメになってきたよ。で、
こう出るんですね。おお、なるほどなるほど。これ絵と作っちゃったら毎年作らなきゃいけなくなりますね。毎年ちょこちょこあれ。あ、そうなんですか。でもめちゃめちゃでかくなったんですね。ちょっと。前までのがハウスで。そわそわしてる、そわそわしてる。はい、そわそわしてる。そっち、そっちから行くの。あ、お、ちゃんと空気読める。うわ、すごい。すごい早いって。早い早い早い。こっちから入った方が良かったね。わかってるじゃん。あ、もうすごい楽しんでる、楽しんでる。めちゃめちゃちっちゃいですけど、大丈夫ですか？ちっちゃいですか？こんな感じ。ちょっともいいですね。でも、俺寄りすぎて俺が入っちゃうんですよ。それでいい。そう。ここ僕入ってないですか？守る！よかったね！ハンプレアって。はーい。いけいけ。いけいけ。これちょっとチューブレースで。あ、いいですね。いいんじゃないですか。チューブレースね。リベンジだ。アモルのリベンジも含めて。うん、めっちゃめちゃ、ほらめっちゃ喜んでる。え、結構これ好きだと思います。本当トンネル大好きなんで。出てこなくなっちゃう。うん、いや、本当トンネルで寝るんですよ、アモル。もうありました。守る闘争。守る。守る。かわいい。捕獲。かわいい。捕獲するんだ。守る。守るファースト、ファーストでそれ。ファーストから無駄に一番が良くなる。あ、ファースト、ファーストがいいの？マモさんです。マモさんです。どうですか？あ、楽しい楽しい楽しい。来たよ。来た。お、こんにちは。お、来た。来た。すごい。絶対めっちゃ好きですよ、ピヨピヨ。おお、行って行った。ピヨピヨ好きなんです。お、出てきた、タム。あれ枝豆だ、めっちゃ可愛い。こんな隠して、こんなか。そうそうそう、こんなか隠すんでしょ、いつも。そう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 。あれあれ、お、取られちゃうぞ。隠した。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くないですか？あ、こっち中の生地が違うんですね。あっちは、うん、あれ、ファースト使わない。やっぱりトンネル大好きにはたまらないみたいですね。今もう爆睡中ですからね。トンネルの中で寝てます。ちょっとこれがね、はい、皆さんのお家でも楽しんでいただけるように、うん、発売するんですか？はい、まあでもそれはそうですよ。物のためにカードまで作ってどんだけ手厚いんだろう。これっていつ販売なんですか？これがですね、10月の、中旬に。中旬、はい、もうすぐですね。そうですね。数量限定なんですよね。そうですね。数量は、はい、そうなんですね。早めにゲットして。